懐かしいなこの司令部ということで、どうも皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます、ハセシンです。ということで今回はなんとコールオブデューティーワールドウォー2をプレイしていこうと思いますよ。プレステージ9周目に突入した方がいらっしゃるで、ナイスということで皆さんたくさんのリクエストありがとうございました。お、やばいやばいやばい、来たぞ、まさかここで対空砲チャレンジ来たぞ。タイミングすごくねえか、おい、やっていくしかないね。このところで今対空砲チャレンジがたまたま来たんで、ちょっとやっていきましょう。こんなタイミングがあるか、すごいぞこれ。これなかなか来ないぞこのタイミング。どうするんだっけ、ちょっと待ってね、敵のちょ、こういう感じでこれでね撃ち落とすんですよ、敵の飛行機を。うお、これはもう久しぶりのコールオブデューティーワールドウォー2実況にふさわしい始まり方ですよこれ。撃っていくしかないね、撃ち落としていくしかないねこれ。オッケー、カットしていく、どんどん行きましょうよ。これね、変装してしっかりと呼んでいきますよこれ。キャリア司令部メンバーランキング、ハセシンの順位は2608位ということで、いやー懐かしい。さあちょっともうちょっとだけこの射撃場で撃っていきましょうか。でこの射撃場のシステムがねほんと良かったんですよね。でしっかりとねここで A バースすることもできるし、なんといってもあれですよ、ここのね自分のカスタムクラスのところで、例えばこれでいきましょうか、フライボーイっていうね、確かこの武器はねバーだったような気がするんですけど、そうですね、バーのこのフライボーイをねセットしてるんですけども、ここでね、ここですよ皆さん、射撃場って書いてあるじゃないですか、コントローラーのタッチパネルを押すとなんとね切り替わるんですよ、射撃場の画面に。そして三角ボタン長押しすることによって武器見せモーションがあるんですよね。最高だね、武器見せモーション本当にいいわ。もうちょっと上げていこうか、いや安定感あるわバー。このフライボーイ2のバリアントも結構レアでしたよね、ヒロイックのバリアントだったような気がするんですけども、ちょっと司令部探検していきましょうか。将軍さんお久しぶりでーすちょっと喋りかけてみようか。プレステージ、マスタープレステージか、兵士ランク537レベルということで、いやーお久しぶりっす。さあここも登れたよね、あったあった。でこっからこっちに行くみたいな、ここスコアストリークの演習場なんだよね、練習できるんだよここで。砂場がなくなってる、前砂場あったんだけどねここに、あれはイベント期間中だったっけ。うわー、じゃあそろそろ行っとく、どうや俺のダンスいかがでしょうか。おお、ありがとう、みんな最高だって言ってるね。じゃあ俺もそろそろねフリーフォールに行ってきますね、ありがとう、バイバイ。おお大丈夫か。シームレスマッチドミネーションウォーフリーフォール、レッツゴー。ウィンターカレンタンのフリーフォール来たー、懐かしいね、すべてにおいて懐かしい、美味しそうなスープっていうんか、なんかあったなー今。さあということで今回使っていくカスタムクラスはこちらっすよ、師団は空挺、メイン武器はアイアンカーテン2、基礎トレーニングはオードナンス、サブには特権2でいきますよこれ。さあリスポン的に言ったらこっちから敵来るんじゃないのこれ、ですよね、いましたよね今。さあファーストブラッド俺のもの、どんどん行きましょうどんどん行きましょう、テンポ上げていこうぜ。スナイパーライフルの敵がいるっぽいね、そんな感じの武器のマークが見えたぜキルログで。リスポン的にはこっちいるんじゃないですかこれ、いますよね、いますよね。カットしていく、もうスコアストリックどんどんつなげていきましょう。でオーダーナンスなんでしっかり、ちょっと待って、いるね、いますよね、ちょっと待って、挟まれてかーオードナスだから、噛みすぎやろ、オードナスだからさ、敵を倒した時の、わーはー、前にあるのね、敵を倒した時のスカベンジャーのカバンみたいなのを拾うことに意味があると、そんな感じですよね、待てよ、トラックの裏にいるよね、逃げられてか、すぐこっちから来ると思うんで、クロスファイヤー、ガイカットしていく、押し打ち、PPSH 最高っすね、最高の武器ですよ、これ、サブマシンガン。ほんといいね、持って帰りたいな他のコールオブデューティーのタイトルに持って帰りたいところですけども、さてこっち側からリスポーンしてくると読むんだがいかがでしょうか。こっちいるんじゃないの、いるんじゃないのと思いきや向こう行くか、なるほどそっちから来るか、ちょっと立ち回りが噛み合ってないか現在。でも今倒した敵がこの辺にいますよね、分かってんぜ。でこっちか来る、違うこっちか、左か右か、右と読む、こっちですね、分かってんぜ、危ないギリギリ。さあでこっちからリスポンしてくるみたいな激アツな展開なんじゃないかなと思ったけど違うかい、そっちですね、この距離でも倒すことができる、反動がね結構素直なんで PPSH はマジ使いやすいですね。
まあリロードせずにいけるんじゃないかと思うんですけども、さあ来るよね、いいね、偵察機オンライン、しかも早い、要請するのが早い、これですよ、危ない、戦闘機のに溜めていく、激アツ、こっちが来るよね、ガッとしていく、迫撃砲、迫撃連続砲撃、そんな感じ、なんかちょっと違うね、なんか迫撃砲だ、懐かしの。さあこの辺にいるんじゃないの、こっちから回ってくるかい、奥から来るっぽいね、違うかな、もう一個奥かな、でもこの辺にいることは間違いないんじゃないかなって感じですけども、偵察機落としたが今まだ戦闘機乗りというかちょっと温存しながら行きましょうか、今ここでかなりいい感じで連続キルつなげることができてるんで、フリーフォールはねしっかりと自分のポジション決めてそこをぐる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 回るみたいな、ある一定のところをぐる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 自分の立ち位置としてしっかりと軸を置いといたらかなりいい感じに、ちょっと武器借りようか、キルをね、キルペースを安定させることができると思うんで頑張っていきましょう、しかもこれスナイパーライフルですね、さあ行こうぜ、ヘッショの音がいい、しかもこのスナイパーライフル超好きだったんだよな俺、カーだよ、懐かしのカーだよ、来るか、懐かしのカーだよ、外してけー、今の当てたかったところですけども、さあ行きましょうか、1,2,3 でで倒すことができるかですけども、当たり判定は出てかクロスファイアになっちゃってか、ちょっともう一回カーチャレンジしてみようか、しかもこのカーのバリアントっていうのか、うわーはー、そっちから来るのね、あれだよね、ヒロイクだよね、あれかなりレア度高いやつじゃないですか、ちょっと戦闘機乗り行きます、じゃあこんな感じの角度でいかがでしょうかな、懐かしいこの角度、いけるか、一人倒して、いや上には向けないか、ちょっと後ろから出しすぎたか、さあ偵察機は出しとこうか、もう呼ぶの早いね、 DPS 値マジ強いな、かなり扱いやすいぜ、現在18キル、あと12キル、ここからリスポーンしてることは分かってんぜ、報酬値危ねえ、ちょっとギリギリでしたけども、まだリスポーンしてるね、さあ来るの分かってんぞ、決め打ちしたか今敵、さあさあさあこっちから来るんじゃないの、次後ろですね、同じリスポーンかな、気をつけていこうぜ、カットしていく、 PPS 値が強すぎる、本当にいい武器だね、ダイブしちゃうよ、今この辺いなかったか、気のせい、偵察機出しとこうか、この辺いるよね、戦闘機のに溜めて残り8キル、リスポンしてるぜ、どっち行った、奥回ってったか、右も怖いところだが、いや来てるな、近えぞこれ、左側にもいる、こっちにもいる、危ないギリギリ、さあ迫撃砲溜めて使っていこうか、もうスピーディーにスピーディーにスピーディーに、これ当たるんじゃないですか、どうでしょうか、当たっていく、いいね、ダブルキルでかい、でかすぎるこれは、フリーフォールでの迫撃砲のダブルはなかなかいいんじゃないですか、カバンめっちゃあるぜー、カバン取っていくよー、こっちにいるよねー、ちょっと敵の武器いただこうか、使わさせてもらうか、バーですね、懐かしい、さっき射撃場で僕が使ってたのはクライボーイというバーのヒロイック、待てい待てい、ヒロイックバリアントだったんですけども、奥に持ったような気がするが、待て、武器いろいろ使っていこう、 STG44 やあったな、偵察機オンライン、どっちか来るんだい、こっちかい、このアイアンサイト、これレンズサイトだか、うおいいねこの銃声、さあこっち来るか、まあいい、当たってるかい、ちょっと最後は敵の武器でいこうか、スナイパーライフルでいきましょうか、当てたいね、クイックショット、クイックスコープっていうのか、当てたいところである、くへへへ、うまいな、すぐ当てられた、一瞬にして、うまい、やるね、リスポン読んでるな、しかもあの動きは負けられない、あと1キルだから決めさせていただこうか、いや違うね、敵の武器で決めろということですね、こうなったらやめてあぶねあぶね、今銃剣で来てたでしょ、ギリギリだってうわーとか言いながら銃剣でこっち来てたって、報酬ちゃん当たったからよかったけど危なかったっすね、ということでいかがでしたでしょうか、ハーセシンのコールオブデューティーワールドウォー2のフリーフォール、何キル何ですなんだろうね、
今出てた、ここで出るのか。30キル7です。なかなかいいんじゃないでしょうか。最後にもう一回だけ司令部行って終わりにしましょうか。皆さんいかがでしたでしょうか。ハセシンのコールオブデューティーワールドウォー2実況、少しでもね懐かしいなとか楽しんでいただけたりとかね、ナイスプレイと思っていただけたらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。本当にね、僕自身もめっちゃ楽しめましたね。まあとりあえずPPSH はめっちゃ強いということがね、改めて分かることができたんで、分かったんで、本当に良かったです。いいね。懐かしの司令部でじゃあお別れしましょう。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。